うちなんちゅう沖縄から台湾へ留学中の日華さんの案内で夜市を食べ歩きするミキさんと吉見アナ。ものすごい人ですよね。これ二社夜市的には人はピークぐらいですか？いや、もっと多いです。もっと増える、はい、そうなの。何時ぐらいが一番？8時ぐらいがもう通れないぐらいです。あ、そう、はい、これすごい美味しいです。何？これエビスープなんですけど、はいはい、調理器具もなんか日本で全く見ないような調理器具で作られてるよ。あ、まあ美味しい。要一個蛋包沙羅蛋。揚げたエビがゴロゴロ入ったスープのお味は？うん、めちゃくちゃ美味しい。美味しいですか？エビの旨味がすごい。つわ。台湾人の人が結構食べてるイメージ。うん、台湾の人エビ好きよね。エビ大好きですね、本当に。何の料理にもエビが入ってる。そうですね。気がする。こちらがラフテー丼みたいな感じです。あー、美味しそう。いただきまーす。うん、お肉柔らかい。うん、八角が効いてて、トロトロで味濃いね。ご飯すごい。うん、すごいね。メンマ入れるって発想がすごいいいですね。ねえ、本当。そっか、今一人暮らし？今一人暮らしです。あ、じゃあ自炊してんだ。そうです。うん、もうさ、夜市とかこういうところ で屋台とかも豊富だからさ、はい、こっちの方がなんかいろんなもの食べられて楽しいよね。ね、最初来た1週間目とか。の時はもうずっと夜市来てたんですよ。あ、でもそうなるわ。はい、うんうんうん、で3キロ4キロぐらい一気に太りました。そうか、そうなる、ね、食べ過ぎで。そうなる、そうなる。美味しいからね、はい、食べ過ぎ。今回のこの2泊3日の旅ですごい感じる。あ、そうですか。うん、とっても優しい。優しい皆さんね。あったかい人が多いですね。そう、お買い物行ってもなんかおまけくれたり、うん、そうなんですか。値引きしてくれたり。うん、4年間住んでても嫌な人本当に見たことないです。本当に。マジで見たことないです。それすごくない？はい、うーん。夜市で小腹を満たした3人が最後に向かったのは、いや、もう最後の夜なんでちょっと張り切ってご飯食べたいのよ。うん、そうですね。うん。ここは種類豊富な台湾料理に海鮮が食べられるお店。これ見て。すごい。ずらーって並んでるんですよ。店頭にはサンプルが並んでいて、オーダーは刺すだけで OK。 せっかくなんで友達を呼んでるんですよ。うん、一緒に選んでもいいですか？もちろんもちろん、はい、ぜひぜひ。はい、こんばんは。死に日本人ですね。こんな、なんか美味しそうなのとかどんなのか、ね、本当に自分はこれが一番美味しそうだと思います。あ、カニ？カニのおこわ。あ、おこわ、うん、美味しそう、絶対美味しいです、これは。美味しそう。ここの虫の鶏肉がいいです。あ、これね、もう絶対間違いないやつだ。おー、僕はこれですね。このエビの美味しい。もうバッチリ見た目は美味しい。いいチョイスする中の。いいね。ちょっと普通に豆食いたい。あ、豆。美味しいです。あれ、ね、美味しそう。絶対美味しいよね。日華さんの留学仲間も加わり、豪勢に最後の宴を楽しみます。乾杯！乾杯！いただきまーす。すごい、さっき選んだ料理がいっぱい並んで。ずらっと並んでますよ。若者にご飯を与えているような感じですね。寮長、うん、寮子さんの気持ちになるね。白米が欲しくなりますね。このおこわもめっちゃ美味しいです。いいね。卵のなんか台湾ではよちょっと塩辛いあの卵焼きみたいな。あ、いや、うまそう。さ、何？豆の食リポむずくないですか？あ、めっちゃシャキシャキ。やっぱ八角が効いてるから。あ、台湾なんだよね、うん、しっかり、うん、いろいろあれど、なぜ台湾？まあ、僕らはあの英語の学科で勉強してるんですけど、うんうん、姉ちゃんも英語の学科で勉強してて、まあ、三カ国語、日本語と英語と中国語の影響を受けて。あ、すごいね、アメリカ系経由のなんか台湾経由のアメリカみたいな。トランジットみたいな感じになってるよね。あ、そうなんですね、はい、です面白い。台湾すごいいいよっていう言葉と、あとやっぱり AI だったり半導体で雇用っていう感じの台湾で盛り上がってる分野。そうです。台湾の中で日本人男性はモテるんですか？モテますね。おお、言い切った。本当。
こっち関係みたいなところ。自分も台湾人の彼女います。あ、そうなんだ。そうなんだ。僕も台湾人の彼女がだよね。僕はつい最近、まあ、現在進行形でそこであのドイツ人のもう、まあ、付き合ってないんですけど、あ、いわゆるいい感じってやつね。あ、そうです。一番楽しいよね。一番いいね。どうして攻めていくかみたいなさ。あ、そう。うわ、台湾の人エビ好きだよね。ラストはこの店の名物、エビの旨味が凝縮した炭通麺を食べながら2人で300回を振り返ります。美味しい。お出汁も美味しいですね。いいね。お出汁がうまい。正直これだけ続くっていう感覚はあったんですか、当時は。続けたいという気持ちはあったけど、続けてこれるかなっていう不安も正直あった。でもすごいこうやっぱりあのうちなんちゅに愛される番組になってほしいなっても思ったし、私もこの A ランチっていう番組を通してなんかいろんな人とつながりたいなっていう思いもあったので、まあ、300回皆さんとそういう時間を過ごせたかなっていう気持ちはやっぱあるかな。やっぱ入って思ったのは、あ、ミキさんはこの番組をものすごく大事にしてるんだなっていうのが、一周一周すごく伝わるんですよね。今の状態まだ情けない状態のままですけど。そんなことない。頼りがいのある本当に相方だなと思ってますよ。嬉しいですよ。こう A ランチを届けている我々も楽しむを前提に、なんか皆さんと一緒に土曜のお昼をあのなんか彩り豊かなものに今後もしていけたらいいなと思いますので、引き続きぜひ A ランチをよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。泣きそうになってきた。